はい、お伝えします。経営する最高指導者キム・ジョンウン委員長に赤道ギリア共和国のオブラオブラ・ミラソゴ大統領から贈り物が贈られました。13日赤道ギリア外務協力省の人が赤道ギリアの独立50周年式典に参加した朝鮮民主主義人民共和国政府代表団団長のリー・ビョンナム内閣副総理に贈り物を手渡しました。朝鮮労働党委員長で朝鮮民主主義人民共和国国務委員会委員長、朝鮮人民軍最高司令官の敬愛する最高指導者キム・ジョンウン元帥に10日パレスチナ国家大統領のマハムード・アッバスパレスチナ解放機構執行議長から祝電が寄せられました。祝電は朝鮮労働党創立73周年に際してキム・ジョンウン委員長と朝鮮民主主義人民共和国朝鮮人民がさらなる進歩と繁栄を遂げることを祈る、両国両国の間に結ばれた歴史的な友好関係を重んじ、東エルサレムを首都とする独立国を建て公正な平和を実現しようとのパレスチナ人民の戦いに連帯と支持を送ってくれることを評価する。キム・ジョンウン委員長の健康と幸福、そして成果を収めることを祈ると書いています。朝鮮労働党委員長で朝鮮民主主義人民共和国国務委員会委員長、朝鮮人民軍最高司令官の敬愛する最高指導者キム・ジョンウン元帥に6日実施と世界平和に関する中南米地域討論会の参加者から手紙が寄せられました。手紙は偉大なキム・イルソン主席が創始し、偉大なキム・ジョンウン総書記が豊かに発展させた不滅の父思想を指針として自由で平和なその世界を建設しようとの意思をキム・ジョンウン委員長に丁寧に伝える次第である。キム・ジョンウン委員長の導きのもと朝鮮民主主義人民共和国は社会主義強国目指して邁進しており、朝鮮人民は幸せな生活を享受している。中南米諸国の人民は建国として名を馳せる朝鮮民主主義人民共和国の経験を見習うことが各国の実践を実現する唯一の道であることを悟った。この度の討論会を通じて父思想はまさに世界人民の思考を反映する思想で、世界の自主化を実現するための指針であることを改めて痛感した。キム・ジョンウン委員長の健康と自主と平和を目指す人民の戦いをこれからも正しく導いてくれることを心から祈ると書いています。9日ニューデリーで朝鮮労働党創立73周年をちなんでのインド全国討論会が行われました。会場には太陽のように明るく微笑む偉大なキム・イルソン主席と偉大なキム・ジョンウン総書記の写真が掲げられていました。討論会にインドの各界の人と市民多数、アジア地域地中思想研究所理事長などが出席し、基調報告について発言がありました。発言した人たちは朝鮮労働党の創立と発展に尽くしてました主席と総書記の業績を称え、朝鮮労働党委員長の尊敬するキム・ジョンウン元帥に導かれる朝鮮は繁栄一路を進んでいると述べました。討論会では敬愛する最高指導者キム・ジョンウン委員長に送る手紙が採択されました。15日王冠とは委員長を率いるモンゴル農業食料自然環境部門勤労者同盟代表団がマウスの丘の偉大なキム・イルソン主席と偉大なキム・ジョンウン総書記の銅像に献花し敬意を表しました。全国 IT 化の成果の展覧会2018のオープニングセレモニーが15日平壌の三大革命展示館で行われました。労働チョル内閣副総理兼国家計画委員会委員長、朝鮮労働党中央委員会朝鮮労働部長のほか、委員会は各省中央機関の人と関係者、出展したところの人、平壌市民がこれに参加しました。知識経済時代と IT 日風というテーマの展覧会は、これに IT 化と IT 産業で収められた成果と経験を広く紹介し、一般化する目的で行われます。展覧会には、
委員会各省中央機関、科学教育機関、工場企業、IT 企業出品の500点余りの生徒の資料と製品が展示され、展示会、新製品の総会及び新技術の発表会、IT 技術の交流の形で行われます。展覧会では、IT 化を実現する過程に解決した科学技術の内容と経済的な効率などを審査し、トップ10の IT 化日本機関と最優秀 IT 企業、最優秀 IT 製品を選定します。15日、平安の科学技術殿堂で、全国シアル経済部門科学技術の成果の展示会のオープニングセレモニーがありました。朝鮮労働党中央委員会パク・テソン副委員長と各省中央機関の人、関係者、平安市内の科学教育部門、工場企業の科学者、技術者などがこれに参加しました。展示会は、グリーン経済と省エネ型経済、地方経済、建築のライトアップ及びイルミネーションの主体化というテーマで開かれ、各省中央機関、科学教育機関、各道の人員委員会管轄の工場企業出品の350点余りの研究の成果と製品が、実物と図解、模型などで展示されました。展示会の間に、建築の知能化の実現で大きな意味を持つ各種使用の建材と生産設備及び技術工程が広く紹介され、科学技術の発表会と新技術新製品の交流も行われます。展示会は19日まで続きます。朝鮮民主主義人民共和国政府代表団を率いて、赤道ギニアの独立50周年式典に参加した、リー・ドゥンナム内閣副総理が13日、赤道ギニア共和国のフランシスコ・パスクアル・オバマエスへ出生に会い懇談しました。朝鮮民主主義人民共和国政府代表団のメンバーと、ポン・チョルホ赤道ギニア駐在朝鮮特命全権大使、赤道ギニア首相補佐官が同席しました。朝鮮民主主義人民共和国とモンゴル国との外交関係の設定70周年にちなんで、15日、朝鮮外務省が宴会を設けました。ソドムのチョギンスフバと中朝モンゴル臨時代理大使と大使館員が招かれ、リー・ギリソン副外相をはじめ外務省の人が同席しました。リー・ドージェ会長率いる在日朝鮮人平和統一協会代表団が、キム・イルソン主席生誕の地、南元で訪れました。一行はまた、ノル科学者通りとパネルムなども見ています。南朝鮮の雑誌「ズズジャーナル」10日付に、この時代を代表する大建築が林立する平壌の驚くべき変貌を伝える記事が載りました。記事は、テブン川のほとりに建てられた高層住宅はもちろん、大タウンを思わせるレミン通りなど、平壌の姿が連日マスコミに紹介されている。金正委員長の指導のもと、2012年だけでも、平壌にチャンジョン通り、人民劇場、ルンダ人民公園、ヘルスセンター、リゲンワン、人民山のスケート場などが次々と完工した。建設分野に対する金正委員長の指導により、平壌は大型建築群で姿を一新した。北を訪問した南朝鮮の人の間で、平壌の発展ぶりは同国に値する。制裁にもかかわらず、北の経済が堅調に向かっているとの声が出ていると書いています。以上で、この時間のニュースを終わります。担当は、大井恩祝でした。こちらは、朝鮮の声放送です。意味深い、朝鮮の重圧。10月が朝鮮人民にとって思い出多い月です。朝鮮革命の新しい起点、朝鮮労働党のルーツとなる打倒帝国主義同盟の結成の日もこの10月、労働党の創立の日もこの10月です。偉大な金正恩同志を朝鮮労働党総書記に推挙したのも10月です。意味深いこの10月、朝鮮人民は朝鮮労働党の創立者であり指導者である
偉大な金正恩主席と偉大な金正恩総書記の不滅の業績を改めて振り返っています。早くから革命を始めた金正恩主席が治世15年1926年12月17日打倒帝国主義同盟を結成しました。同盟は日本帝国主義を打倒し、朝鮮の解放と独立を実現するのを当面の目的とし、朝鮮社会主義共産主義の社会を使って、ついては全世界に搾取と抑圧のない新しい世の中を建てるために戦うことを最終的目的とした初の前衛組織でした。その後、主席は自主的で独創的な党の創立の方針を示し、初の党組織を結成し、それを母体にして、思想党組織を拡大することに大きな力を入れました。主席の導きのもと、朝鮮労働党は国の解放からいくらも経っていない、朝鮮14年、1945年12月10日、正しい組織路線と政治路線を持つ党として、その創立を世界に宣言しました。朝鮮労働党の創立により、朝鮮人民は自分の運命を総合理に切り開き、自主の時代の革命的党の新しい歴史が始まりました。主席の革命運用を受け継ぐ偉大な金正恩総書記が、朝鮮労働党を正しく導いて、その本人を世界に轟かせました。総書記の総力的な指導のもと、党の建設と活動では一つの進展があり、国の統一の天気を迎える上でも大きな成果を上げました。1986年、1997年10月8日、またといない偉人として世界の人々の信頼を勝ち得ている金正恩同志が、朝鮮労働党総書記に推挙されたのは、朝鮮人民皆の願いが叶ったことです。また、金正恩同志は、朝鮮労働党の永遠の総書記と永遠は、朝鮮人民にとって光栄この上ないことです。創立当初から今に至る長い間、朝鮮革命を勝利へと導いた朝鮮労働党。朝鮮人民はまた一人の偉人である敬愛する最高指導者金正恩委員長を朝鮮労働党の首位に叩き、社会主義の勝利を目指して力強く進んでいます。深い朝鮮の重圧、登壇してお話ししました。金正恩委員長の導きのもとに力を増す朝鮮。世界の進歩的な人々が抜きん出た政治の実力で社会主義強国づくりを正しく導いている、敬愛する最高指導者金正恩委員長を高く称えています。今年4月訪朝したロシア連邦共産党モスクワ市委員会のワレリ・ラシキン第一書記は、金正恩委員長はとても賢明な政治を行っている、指導者と人民が一心団結した社会主義朝鮮の前進は誰も阻めないだろうと語りました。ロシアのホームページエクトーの旗印のゲンナジア・スタホフ編集長はこう語りました。Я могу сказать, что корейскому народу очень повезло с руководителями. У него... 朝鮮人民は指導者に恵まれています。金日成主席と金正恩総書記のような傑出した偉人をいただき、今は金正恩委員長が主席と総書記の異名を受け継いで、自主の原則で国家建設を導いています。по принципам независимости。ネパールのインターネットメディアネパール東デーは次のように書いています。朝鮮は敵対勢力による長年の制裁と封鎖のため、他国なら国家の存続そのものが危ぶまれる状態だが、最高指導者金正恩委員長の導きのもとに国力を増している。至るところに主体化近代化が実現したモデルとなる工場企業が数多く建てられ、人民生活も日増しに向上している。バングラデシュの新聞デイリーフォークは次のように書いています。朝鮮が今
国際舞台で自分の主張を通す真のある国、自主の強国として尊厳を轟かしているのは、結局指導者のおかげだと言える。世界の報道機関は、金正恩委員長を温かい人情味が感じられる人民の政治家、朝鮮の国力を著しく強めている指導者と称えている。金正恩委員長の導きのもとに、もっと力を増して世界に進出する朝鮮の将来が期待される。世界の声でした。